はい、皆さんこんにちは、渡り切り藤です。では今回は維新の嵐幕末志士伝、土方歳三物語続けていきたいと思います。新選組の方なんですけども、池田屋事件金物編と、まあ、重要なイベントをこなしてきています。でこの後なんですけども、まあ、倒幕派、まあ、いわゆる維新志士たちの取り締まりをしながらですね、実は前回なんか可愛らしい女の子と出会いがありましたので、まあ、そのあたりもねちょいちょい挟みつつイベントの進行ができたらいいかなというふうに思っています。では早速時間の進めていきたいと思います。路上で高橋武之助なるものを見つけました。まあ、とりあえず切りかかりたいところですが、信頼を得ている。何事もなかったかのように通り過ぎていくってね、こっちは切りかかろうとしてますからね。さあでは別のこの土方久本なるものを見つけたので切りかかろうとしましたが、逃げていきましたね。で代わりに浪人風の男が襲ってくるっていうね、何でもありの時代ですからね。また天柱だな。ま、今回はこの浪人風の男をぶった切っていきましょう。同行してもらってるのは長倉新八、斎藤はじめ、まあ、沖田を除いた最強の剣客を連れてますので、まあ大丈夫かなというふうには思います。ぶった切っていきます。起きたこの後ね、まあ結核なんですかね、あの離脱していってしまうんで、まあ、離脱された後をしっかりと自分たちだけで戦えるように、特に土方のね経験値は貯めておきたいと思います。斎藤も強いけど、土方もね、とにかく鍛え上げてありますからね。これで浪人風の男叩き切りました。まあ、金門の変、池田屋事件を経て、まあ、だいぶねこの新選組は特に長州からは付け狙われる存在になってると思うんで、こういうことがね今後起きてくるかなと思います。今ね佐々木又三郎を見つけました。見回り組の用人、これ見回り組の隊長のようなんですけど、切りかかりましょう。お命頂戴する。まあ、見回り組と新選組はあの、まあ、同僚というか同じ目的というか、まあ、幕府のね傘下だと思うんですけど、まあ、完全なる内輪もめですね。切りかかってぶっ殺してやろうとこういうことなんですが、いや強いな、これは強いぞ佐々木又三郎。一筋縄ではいかない。ただやっぱりこれまで理由があるんですよね。新選組が唯一無二のものにならなければならない、まあ、そういう観点からですね、今回この見回り組を叩いておこうとこういうことになります。佐々木又三郎を切って捨てる。強いな、本当に強い佐々木又三郎、強い。今のこのね新選組の中で沖田を除いたトップ3が切りかかってこれですからね。佐々木又三郎勝ちました。まあ悪いことが起きそうな気はしますけど、息の根を止められたのかどうかでねだいぶ違いそうですけどね。息の根を止めていれば目撃者さえいなければ何も起きないと思うんですけど、目撃者がいるとなるとね、ちょっとまた話変わってきますね。
新選組の活躍がこれ片森に認められたと、まあ、実は同じ配下の京都見回り組の連中と全面戦争に突入してるんですけどね。お、近藤勇に立花に通っているのを見透かされてしまったな。立花というのは冒頭でお話した前回出会った女の子ですね。噂になるほど通い詰めたからな。さて、ではこの後ですが、立花にいるあの女の子は密偵という疑惑があるという話になっているようなんですけど、そんなのはねどうでもいいんですよ。やっぱり女の子を気に入った女の子にはもうどんな手を使ってでも近寄っていくっていうのはね重要ですからね。早速じゃあ立花に行きましょう。やめろと言われて引き下がるわけにはねなかなかいかないですからね。立花に入り浸りましょう。立花にやってきました。またいないって言われるパターンか。前回も最後の方何回かね来たんですけど、立花に来てもいなくて断られちゃって会えませんでしたからね。今回もちょっとなかなか会えない状態ですね。残念。まあしょうがないですね。まあせっかく祇園に来ているので料亭によって情報集めしていきましょう。何度かお話してると思うんですけどね、昔、本当の昔ですけど、関西江坂、吹田の江坂、大阪のね吹田の江坂に、まあ、仕事で住んでる時があって、その時京都エリア担当してたんですけど、京都はねもう仕事でしか行ってなかったんで、今思えばねこの祇園とかね行っておけばよかったなーっていう感じもしますけど、まあ、当時はただお金がないですからね、まだ若かったんで、まあだから遊ぶお金があったのかと言われると、まあ遊ぶお金はなかったんで、きっとこういうところにも出入りできなかったんだろうなと思いますけどね。祇園で芸妓さんから聞いた情報集めをしています。貿易による布告ということで、このマークは薩摩のマークですかね。幕府に対抗する力をつけるには藩内の布告が必要であり、そのために貿易も積極的に行うべきであるという情報。これは薩摩が異国との貿易で力をつけてます、そういう情報ですね。まあ、ただ幕府軍と、まあ、いわゆる薩長軍がぶつかった時って、幕府は幕府でフランスとね、貿易をしていたり、軍の顧問で、ついてもらったりしていたというのもあって、まあ、戦力、幕府軍ですね、純粋な幕府軍と薩長軍の間でそんなに装備に差はなかったって言われてるようですけどね。まあ、会津戦争とかになってくるとどうしてもねやっぱり会津の方が、まあ、装備がしょぼかったりとかっていうのはあったと思うんですけど、まあ、純粋な幕府軍限ってことを言えば、まあ、それほど薩長軍と装備に差はなかったということですよね。むしろ兵力を考えると幕府軍の方が有利だったと。まあ、そういう説もあるようです。今ね、島原に来てるんですけど、島原と祇園だとね、この芸妓さん遊びするのにもお金が全然違いますね。祇園だと60、金60かかるんです、ところもあるんですけど、この島原だと22とかで遊べる。まあ、これはね、女の子の質だったり、店の格だったりとかっていうのがあると思うんで、まあ、今と変わらないですよね。まあ、特に海外とか行くとですね、まあ、一つ例を言うと、
まあ、シンガポールにゲイラン地区っていうね、まあ、そういう、まあ、風俗エリアみたいなところがあるんですけど、あの女の子の国籍でお金が変わったりしてましたね。例えばですよ、もうちょっと正確な金額が今どうなってるかわからないですけど、タイの女の子と遊ぶのは、じゃあ例えばですが5000円と、じゃあチャイナっ子と遊ぶのは1万円とか、あのもう女の子の国籍とかで変わってました。まあ、もちろんね、女の子のグレードでも変わったりするんですけど、まあ、ルックスの良さとかね、年齢とか、まあ、そういったところは変わらないですね。ここもね、はい、イベントですね。土方副長ということで松原くんがやってきました。秋の風情ですな。まだまだね、東京、まあ、僕は厳密に言うと千葉県船橋市なんですけど、暑いですね。あのまあ海辺の町なんで、まあ、内陸に比べるとそれでもまだ涼しい方なんだろうとは思うんですけど、本当に暑いですね、今年の夏は。で、松原くんが男を切って、その女房がすごいと、その女の面倒を見ていたらできちまったらしいと、まあ、気持ちはわかりますね。あの子持ちだろうがなんだろうが、綺麗な人、可愛い人いますからね。まあ、ただ松原くんのルックス、まあ、あの見た目をどうこう言うつもりはないですけど、スキンヘッドでね、なかなかいくつなんだろうか、年は。お約束通り今日に出てきましたよということで、松本義澄なのかな、やってきましたね。松本先生ということで、近藤が先生を呼ぶという形なのかな。これはでもお医者さんの方かな。まあお医者さんといえばそうなんですよね。掃除がどうなのかっていうのはね、気になりますよね。まあ、どうしてもイベントで死んでいくんだろうなという予想はしますけど、むちゃくちゃ戦力になってますからね、掃除は。もう掃除いたな。ただやっぱり咳込んでいるので容態は悪化してそうだな。で、先生の見立てによると、沖田の病状は、いやーやっぱりか、まあ当時の死病ですからね。余命1年と言われたらどうなんだろうな。まあちょっと想像絶する世界というかね、まあ余命宣告をされたらどういう思いになるのかっていうのは全く想像つかないですけど、立花に久々にやってきました。今日はいるかな。いそうだな、このイベント。コツルちゃん、なんでしょう。あんたを引かせたい、どういう意味なんだろう、ちょっとわからないけど、どういう意味なんでしょうね。金はある、これはあれかな、金でこの女を囲うってそういうことかな。いくらぐらいかかるんだろうな。で、ま、土方としては決死の覚悟で言いますよね、囲いたいと。それに対してできないんです、断られるっていうね。で、その理由は借金があるとかそういうことなんだろうな。いやー、これね、まあ、あくまでも僕のパターンですけど、もう好きな女の子はですね、まあもう今はそんな、あの、たけだけしい、思いはないですけど、やっぱり中学校、高校ぐらいまではね、やっぱね、好きになった女の子はね、略奪してでも欲しかったんで、これはね、もう、諦めてくれと言われても諦められないですね。もう今やね、老子に切られて未亡人なわけですから、この女の子を引き取ります。
が、それでも断られるのか。さて、もう振られたらね、もうこの立花に出入りすることもできないですからね。さすがに罰が悪いですよね。ただやっぱりね、気になっちゃう。なので行っちゃうっていうね。未練がましい、ね。いや、まさにその通りだよ。土方、できた男だな。お、イベントかな？これなんか、キエチェーってなんか、訓練してそうな、鍛錬してそうな、そんな感じしますけどね。薩摩流の掛け声。まあ、これは桜田門外の変でね、まあ水戸脱藩浪士が中心だった中、大老井伊直弼の首を最終的に跳ねたのは薩摩藩の脱藩志士だったという話で、その時にもね、今キエーみたいな話になってましたけど、そういう掛け声が鳴り響いたというあの描写を映画桜田門外の変で見ました。次元流ね。なんか兄弟だったと思うんですけどね、その映画の中では、あの桜田門外の変に登場していた、薩摩藩の脱藩、一人が脱藩、討ち入りに参加した、討ち入りじゃないね、討ち入りだとあの、吉良上野介の忠臣蔵になっちゃいますね。その切り込みに参加した二人の兄弟のうち一人が脱藩して、一人は脱藩してなかったのかな。ごめんなさいね、このあたりちょっと曖昧な話をあまりするのもあれなので、まあこれくらいにしたいと思います。イベントです。見ていきましょう。山崎くんですね。斉藤さんが肩が凝る言い張るんで久しぶりに針をやりましたと。お、山崎くんは針ができるのか。僕ね、ぎっくり腰をやったことがあるんですけど、その時に針治療を勧められました。まあ、結局やってないんですけどね。ぎっくり腰は本当につらかったな。まあ、できればこのコロナが収まったら家の近くにあの、タイマッサージ屋さんがあるんでね、多分エッチなマッサージ屋さんではないと思うんですけど、そのマッサージ屋さんにね、行ってみようかなとは思うんですけど、針治療はちょっとまだ行ったことないし、これから先もどうだろうな。なんかすごくいいですよ、効くんですよっていうね、あのレポート、実際にね、体験された方いらっしゃれば教えてほしいなとは思うんですけどね。腰がね、やっぱりちょっともう、もともと姿勢が良くない、特に椅子に座ってる姿勢ですね。腰がねちょっとガタガタなんですけど。長州風の浪人の集団を発見。尋問しましょう。長州藩の人間と。ここで戦闘です。ここもねしっかり土方で倒して経験値を稼いでいきましょう。まあ、斉藤、長倉、そして土方というね、この最強の3人なので、まあ、何ら不安点はないですね。沖田がいなくなった今、この3人が多分トップ3だと思うので、この3人でね、しっかり倒していきましょう。あ、鎖片びらが破壊された。もう後ろからぶったたかれたからな。これ、鎖片びらをまた補充しておきましょう。
防具がなかったら削られてたっぽいですからね、今。では早速また鎖片びらを買って装備しておきます。まあ、用意周到にというかね、しっかり準備はしておいた方がいいと思うので。ない、土佐風の浪人集団。今度はこの辺りは浪人の集団が多いな。長州に続いて今度は土佐の脱藩浪士ともだな。成敗だ。なんかちょっと一人奥に強そうな人物がいるな。ここもね、長倉、斎藤、そして土方という最強の3人で挑みます。いや、これカウンターでこれだからね。長倉さんはこれもカウンター強い。まあ、長倉1人で倒したようなもんだな。トシさん、俺は幕閣のお礼記歴とともに中国方面に行くことになった。これはあれかな、長州征伐の後の、まあ、講和、降伏条件を煮詰めに行くっていうイベントですかね。確かね、近藤勇も、第一次長州征伐の講和の時に中国に下っていたような気がします。間違ってたら訂正してください。あ、そうですね、長州征伐、再生の勅許が降りた。あ、再生か、第二次長州征伐だな。それに向けての内情視察ということのようですね。伊藤貸太郎、それに武田君も行くということだな。よし、俺も行こう。実際ね、土方も行ったのかどうかわからないですけどね。広島はね、いつだろう、もう20年近く前、新人の頃に一度じゃないな、2、3度行ったことありますね。みっちゃんとかね、有名なあのお好み焼き屋さんとかに行った思い出がありますけど。さあ、新選組の方ですなぁ、ということですね。長州情勢について愚心いたした危機がござる。何でしょう。これ芸州は、いわゆる長州藩の、まあ師範にあたるところだったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、結局第一次長州征伐はね、長州軍の敗北に終わるんですけど、第二次長州征伐に関してはね、まあ、実質幕府軍側が敗北というかね、まともに戦えず引き下がっていったという形だったと思うんですけど、第二次長州征伐で大軍で攻め入って、もしね勝てなかったら幕府の権威が、台無しになりますよということだよね。まあ、それはそうだよね。はい。では長州の方に来てますが、キリがいいので今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。